こちらからです。質問者ありがとうございます。今日は、今この大活躍中のウィングモア、これね、先輩から借りパクしたやつ、借りパクじゃねえ、もうくれるっちゅうだけね、俺がもらって、で去年ガンガン使いよったら、去年やったかな、確か去年やったと思うんやけど、俺がね、オイル管理をちょっと怠っちゃったもんやから、エンジン焼き付いて、もうぶっ壊れて。で、世界一硬いコンロとかもう真っ二つに割れるっちゅうね、すげえことになって、でもうどうしようもないっていうことでエンジンを乗せ替えて、もともとあった部品取りのウィングモアね、ちょっと大きいタイプのウィングモアのエンジンともう完全に入れ替えて、今バリバリ活躍中です。もう調子がいいです。若干ねブワブワなるよけど、まあその辺はまあいいかなと思って、で、まだまだこれからね、あと1ヶ月、2ヶ月ぐらいはあぜの草刈りに、これはもう持ってこいなんで、これないとね、これがあるとないとでは、もうあぜの草刈りがもう全然はかどり方が違うんでね、まだまだ頑張ってもらわないかので、今日はこいつのオイル交換をします。まあなんちことはないけどね、やっぱ農機具やけど、結構農家さんってオイル交換とかで、ね、メンテナンスやらんのよね。俺もあんまり今まではしてこなかったんやけど、やっぱ先頭あえて壊れる、オイル交換ぐらいはやっぱシーズン前にオイル交換ね、終わってからオイル交換したら1年間次の年までオイルをこう寝かすことになるんで、それじゃあ劣化、ね、するんであんまり意味がないんで、シーズン前、要は草刈りを始める前直前にオイル交換するのが理想ですね、はい。ウィングモアのオイル交換はまあそんなに難しくはないんで、まあ、とりあえずね、このカバー外さんといかんので、カバー外しましょうかね。今日ケースも梅雨明けしました。いよいよね、ここオイル入れるところっていうかね、点検するとこね、もう真っ黒けですわ。やっぱコキ使うだけあってね、オイルはちゃんと入ってるんやけど汚れとるわね多分。でオイルを抜く場所が確かね、これな、このカバーを開けたらこの辺に見えてくる。よいしょ、なんか漏れそうだけど、まあ、漏れてもいいけど、全然入りよらない。どんくらいかな、500ぐらいかな、500も入ってねえな、少ねえよな。ああめっちゃこぼれた。でもうパッキンがないんで、パッキンなし、もうそのままいきます。どんくらい入るのかな、1リッターも入らんと思うんやけど、これ穴がちょっと当てんねえけど、500ぐらいかな、あまり入れすぎたら悪いよな。まだやな。ああ。半分以上こぼれるような気がするけど。うん、いいかな。よいしょ。よかろ。じゃあオイル交換終わったんで、あとはちょっとグリスをね、各部足しておきます。何箇所かあるんでね。
おい。これどっから出てくるのかな。終わりました。まあ、パパーっと簡単にやけど、オイル交換の仕方もクソもねえけどね、オイル抜いて入れるだけなんで、あとはまあ、本当はね、ね、キャブのね、ちょっと掃除とかもしたかったんやけど、そっけ今からちょっと用事があるんで、はい、今日のところはこれで終わりたいと思います。あとね、草刈り機、こう、カルってやるやつね、あれとかも頭ちょっとバラしてね、グリスアップしたりとかしておくと思わぬトラブルをね、防ぐことができるっていうかね、いざっていう時に、ね、壊れたらね、また時間もお金もかかるしね、なるべくね、自分でできることは自分でやってメンテナンスしてね、機械を大切に機械を壊さないようにね、今後もね仕事をやっていきたいと思います。はい、今日は以上となります。ありがとうございました。